あとはエレンを扉まで援護すれば僕らの勝ちだ。死守せよ。エレンに巨人を近づけるな。イエーガーの移動を援護するぞ。あいつに接近する巨人を残らず排除しろ。我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。やってやる。今日こそ人類の勝利を。殺す。エレンの邪魔はさせない。エレンを信じよう。きっとやり遂げてくれる。以上好き勝手されてたまるか。巨人め、こっちに来い。ほら、早く来いよこのノロマ。Thank you.
あなたを無駄死ににはさせないから。にはさせない。リゾン、イエガー、壁の穴までもう少しだ。新兵とは思えない動きだ。どんな訓練を積んできた。巨人に勝ったよ。あれは自由の翼。おいガキども、これはどういう状況だ。ち、手の空いてる奴は来い。あれは調査兵だ。敵外調査から引き返してきたんだ。この状況の説明を聞くのは後回しだ。先に壁内の巨人どもを片付けねえとな。おい、そこの訓練兵、てめえはまだ余力がありそうだ。手伝え。残りのものはこっちを手伝ってくれ。イエーガーを安全な場所に移すんだ。無視はできねえぞ。よし、また討伐数を稼げたな。
など屈しない。私がやります。私のために。姉ちゃん、次で挽回します。まだ戦えるならさっさと行け。救援要請ね。助けに行かないと。各員、手分けして巨人の総統に当たれ。来るのが遅えぞ。クソでも長引いたか。雑談してる場合じゃないだろう。早くこの状況を何とかしないとね。私もなかなかやるでしょ。兵長、ここは俺だけで十分です。張り切ってるじゃねえか。兵長、すみません。こっちはもう大丈夫です。エレンのやつ立派にやり遂げたな。今度は俺たちの番だ。さあ、やってやる。中東兵団の増援か。一刻も早く駆けつけなければ壊滅するぞ。仲間の救援を最優先とする。兵長、俺に任せてください。あれ、その子は訓練兵だよね。雑談してる場合じゃねえ。さっきてめえが言ったんだろう。ああ、そうだった。ごめんごめん。邪魔だ、どけ。兵長、一生ついていくっす。してるみてえだな。行かねえと。了解だ。
付いたか。鬱陶しいのがいるじゃねえか。本当だ、あの子気になるね。ああ、もっと近くで観察したいな。観察じゃねえ、討伐だ。さっさと行くぞ、クソメガ。
よクソ巨人ども。ようやく話が聞けそうだな。おいガキ、このトロストクで何があった？壁内に残っていた巨人の駆逐は完了したようです。壁に開いた穴は大丈夫なんでしょうか？心配ない。すでに駐屯兵団工兵部が封鎖作業を開始している。駐屯兵団には多大な負担をかけてしまった。力になれず申し訳ない。いえ、加勢いただき感謝いたします。我々だけでは今頃は。リヴァイ、ご苦労だった。ねぎらいの言葉ならまずそこのガキにかけてやれ。新兵か？穴を塞いだエレン・イェーガーと同じ104機の訓練兵です。エルヴィンは見てなかっただろうけど、卒業したての訓練兵とは思えなかったよ。そうか、よく恐怖に耐えて戦ってくれた。いや、本当によく働いてくれたよ。君はいい兵士になると思うな。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぎ、
ボールローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。しかし同時に人類に味方する巨人の存在は壁内に大きな衝撃をもたらし、さまざまな議論を巻き起こす。作戦終了後、エレンの身柄は憲兵団に預けられ、ダリス・ザックレー総統が決裁権を握る特別兵法会議にかけられることになった。ことの顛末を知る彼は傍聴人として特別兵法会議に出席する。エレンの処刑を望む憲兵団とエレンの力を利用しようとする調査兵団の議論が、憲兵団をはじめとする保守派に傾きかけた時、彼はエレンの思わぬ言葉を聞くことになる。あなた方は巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか？力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか？生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ！この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ！構えろ！はっ！これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。総統、ご提案があります。なんだ？エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ？殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。皆聞いていると思うが、先日の特別兵法会議の決定を受け、彼を正式に調査兵団に迎えることとなった。エレン・イェガーです。よろしくお願いします。私はエレンが人類にとっての希望であると確信している。それを早急に証明することが。なお、彼はリヴァイ兵士長の管理下に置くことになっているが、その他の体制はこれから決めることになる。以上だ。はっ！あいつはなんで？ほら、調査兵団は慢性的な人手不足だろ。君が来てさらに忙しくなりそうだから私が借りてきたんだ。しかし分隊長、正式配属前の訓練兵を使うというのはまずいのでは？上にはちゃんと話を通してあるから心配はいらないよ。エレンも同期がいた方が気が楽だろうと思ってね。ええ、そうですね。
調査兵団は変わった人が多そうだよな。お前がいてくれて正直ホッとしてるよ。そういえばお前、ハンジさんに指名されたって聞いたぞ。訓練成績が高いやつは他にもいるのに、なんでだろうな。確かにそうかもな。とにかく俺はもともと調査兵団に入るつもりだったし、ここでやれるだけのことをやってみるつもりだ。お前がいつまでここにいんのかわかんねえけど、しばらくの間よろしく頼むな。
何か食い物は。